こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはビッグジャグ、ブロードカード。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくブロードカード行きました。続いて前へ行くのはクイックポート。さらにはコナゴールド、6番サファイアタフネス。その後ろ、前に戻りましょう。先手を取ったのはブロードカード。内からはタイムトゥマーシャル。その外からビッグジャグ。その隣にクイックポート。並んで5番ブランドストリート。後ろからの競馬になりました。アブクマポーロ。鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。ここでサファイアタフネス。先頭に変わりました。キングオブクリスマス、ほとんど差がありません。アブクマポーロ B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコナゴールド。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はコナゴールド。後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 コナゴールド先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アブクマポーロさらに突き放します。アブクマポーロ1着、アブクマポーロ完勝。アブクマポーロ1着、2着はビッグジャグ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。オールドトリエステ前に行きそうです。フリーハウス、それに続いています。さらにはシンフォニーカレッジ、1番キングピール。その後ろ、後方に控えたのがキャニオンサンセット。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から、先手を取ったのはオールドトリエステ。内からはフレンチピレネー。好位置をキープしています。名声オペラ。その外にビクタークーリー、ピンクの帽子、ギャロップディバイン。その後ろ、すぐ後ろにシンフォニーカレッジ。並んで7番エイコーンタワー、アーリーパイオニア。この馬もこのグループ、ギャロップキャスト。すぐ後ろ、内からはオリーブベルベット。しんがりからキャニオンサンセット。各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はフリーハウス、オールドトリエステ、ほとんど差がありません。キングピール3番手、名声オペラ E1。 鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオールドトリエステ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は名声オペラ。名声オペラ先頭、残り 200m、 名声オペラ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオールドトリエステ。名声オペラ、この馬で決まりか。名声オペラ1着、名声オペラ完勝。名声オペラ1着、2着はフリーハウス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。名声オペラ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのヘイドックパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアップフィーバー。綺麗なスタートを切りました。カサンドラ号前に行きそうです。アップフィーバー、それに続いています。さらにはウィナーズウィッシュ、12番ボーンシューズ。その後ろ、フェアリーキングプローン。後方に控えました。
それでは先頭から先手を取ったのはアップフィーバー、青の帽子エルナディム、その後ろ、その外からカサンドラゴー、その外にウィナーズウィッシュ、ボーンシューズ、そのうちに続いています。その外にクリーマジック、ブラックホーク、いい位置です。その外にストレートジュニア、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はエルナディム、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 エルナディム先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。ブラックホーク抜けた、エルナディム追いすがります。ブラックホークもう一伸び、先頭はブラックホーク、1着でゴール。ブラックホーク1着、2着にはどうやらエルナディム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックホーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドイツのバーデンバーデン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、メジロブライト。これは好スタート、ストラテジックチョイス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してストラテジックチョイス鼻に立ちます。その後ろからはメジロブライト、この馬も上がっていく構えです。さらにはアクティブエスケープ、8番キングスコープ、その後ろマリースコープ、後方から。では前の方から見てみましょう。先頭はなんとメジロブライト、場内ドッと開いています。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。では前の方から見てみましょう。なんとなんと先頭はメジロブライト、これには場内もどよめいています。すぐ後ろにアクティブエスケープ、その外からアスタラバド、その後ろにキングスコープ、その隣にストラテジックチョイス、すぐ後ろにチュアシップ、白の帽子ハーバークラフティ、その後ろすぐ隣にトロットインディー、その横にセイクリッドグライス、内からはミッキーユニーク、これに続いてグロートレジャー、すぐ後ろにイージーメモリー、赤の帽子スカイワルツ、その後ろ最後方にマリースコープ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、3番アクティブエスケープ、一気に先頭に立ちました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。前はアクティブエスケープ、2番手はアスタラバド、3番手にメジロブライト、絶好の手応え、メジロブライト、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアクティブエスケープ、アスタラバド、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はメジロブライト、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 メジロブライト先頭、スペシャルウィーク迫る。メジロブライト、メジロブライト1着、2着にはどうやらスペシャルウィーク、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロブライト、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのはアグネスフライト。残り 100m、 カバーを一気にちぎります。2番手はシンボリクラシックアグネスフライト、今ゴールイン。段違いの強さです。アグネスフライト1着、2着はシンボリクラシック。1番人気に応えましたアグネスフライト、見事です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はレディミューズ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はエリモサイクロン、レディミューズ。この馬で決まりか。レディミューズ1着、レディミューズ完勝。レディミューズ1着、2着はエリモサイクロン。これは桁外れの強さだ。レディミューズ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った待ちかねデジャブ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはクリス・ザ・ブレイブ、あと 200m。 先頭はクリス・ザ・ブレイブ、宮城ロドリゴ先頭です。このまま押し切るか。宮城ロドリゴ、宮城ロドリゴ、宮城ロドリゴ1着、2着は微妙です。宮城ロドリゴ見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はタワチクリイースト、差は3馬身。後続の手応えもいい。2番手はアルカフェ、タワチクリイースト、今ゴールイン。段違いの強さです。タワチクリイースト1着、2着はアルカフェ、1番人気に応えました。タワチクリイースト見事です。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立った東証ビッグ織姫キー先頭。レガシーシティ抜けた織姫キー追いすがります。レガシーシティ、レガシーシティ1着、2着にはどうやらゲイリーディバイン。レガシーシティ見事1番人気に応えました。